どれぞよでもまどうも自称声優の米汁です。今日取り上げる YouTuber ニュースはコカイン騒動のせいでキメールタッキさんがアナ雪のオラフの声を正式に降板とね、決まったのでディズニーの問い合わせ先にこちらからあの僕オラフの声できるんじゃけどどうですかみたいな感じでねダメ元でオラフーミンの動画リンク付きでね問い合わせをしてみました。その結果果たしてあなた勇気の女王を作っているディズニーから返信は来たのか。ドゥエッドゥ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 ッ。翌日には来てました。絶対来るわけないなと思ってたらね、翌日には来てましたからね、ちゃんと。さすがディズニー。ディズニーから来た返信はこれです。お問い合わせいただきましてありがとうございます。ウォルト・ディズニー・ジャパン映画・映像作品お客様相談室でございます。お問い合わせいただいたアナと雪の女王オラフの日本語吹き替え声優のオーディションについては現状予定はしておりません。何とぞご了承くださいませ。でもまあ結局オーディションしないということなんでね、丁重にお断りされましたね。ちゃんちゃんですよ、ほんと。そんだけ止めながら動画をよく見たでしょう。未だに小倉の子らをズレで見るウィッグ。未だに小倉のズラをズレで見るウィッグ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 カツラ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 